結論から言うと、全世界の高血圧の人が倍増しているというそういう結果ですね。この手の全世界を対象とした調査はこれまでにないんじゃないかと論文の中で説明しています。今回世界的な高血圧の状況が明らかになったことで、機運が今以上に高まる可能性はあるかもしれません。ステラメディックス代表、獣医師でジャーナリスト、星義孝と申します。今日は高血圧の全世界調査っていうのの結果が発表されたので、それについてご紹介したいと思います。結論から言うと、全世界の高血圧の人が倍増しているというそういう結果ですね。今回の研究によると、1990年は高血圧の人が3億3100万人だったんですけれども、2019年には6億2600万人まで増えているという、そういう結果になっています。世界の人口がおよそ70億人と言われているので、今全人口の1割ぐらいが高血圧と言ってもいい状況だというふうに言えるのかなというふうに思います。日本の研究者も含めた国際研究グループが調べたもので、この手の全世界を対象とした調査はこれまでにないんじゃないかと論文の中で説明しています。高血圧の人が多い国、男女ともに高血圧が少ないのはスイスとペルーだったそうです。女性では、台湾、韓国、日本、スイス、スペイン、英国などが高血圧が低い。男性ではエリトリア、バングラデシュ、エチオピア、ソロモン諸島などが低かったということです。一方で高血圧が多いのは中央アジア、東ヨーロッパ、あとオセアニア、ラテンアメリカということで、国によって高血圧の状況が違うということが言えそうです。高血圧にとっては塩分の摂りすぎが問題だということがよく知られていますので、今回の論文でもやはりその塩分を減らすということがすごく重要なんじゃないかということが触れられています。あと野菜や果物を食べるということも関係しているんじゃないかということを言われています。高血圧の定義は、収縮期高血圧、いわゆる上の血圧が 140mmHg、 拡張期血圧、いわゆる下の血圧が 90mmHg、 それに加えて高血圧の薬を飲んでいる人についても高血圧と定義しています。もう一つ、国によってやっぱり大きな問題なのは、高血圧の治療をちゃんと受けられるかどうかで、やっぱり低所得の国は、思うように治療が受けられなくて問題だということを指摘しています。これまでの研究で高血圧は心臓や血管の病気につながるということが明らかになっていますので、これを放置するということは避けなければならないということです。これ一般的に日本は塩辛い料理が好まれるということで、高血圧が問題になりやすいという指摘もありますけれども、今回世界的な高血圧の状況が明らかになったことで、改めて血圧を下げるということが今よりも注目されて、食生活やあと運動などを改めようという機運が今以上に高まる可能性はあるかもしれません。具体的には低塩分の食品が今よりも受け入れられるようになるのかもしれません。日本でも塩分というのは塩化ナトリウムを使ったものですけれども、塩化ナトリウムではなくて塩化カリウムに変えることで血圧を上げづらくするというような、代替品を使うような動きが日本でも見られたりしています。そういった動きがこれからもしかしたらトレンドになる可能性もあり得るのかなというふうに想像しています。今回は初めてとされる世界全体の高血圧の状況についての研究結果を紹介しました。これから高血圧がもっと注目されることになるのかもしれないということを予感させるような結果です。高血圧について改めて考える一つのきっかけにするのもいいのかもしれません。日々動画を上げていますので、チャンネル登録をお願いいたします。参考になった、ヒントになったと思っていただけましたら、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。